セラン・セント・ブラインは、フランス革命中に、アメリカ合衆国に移住したフランス貴族の末裔。サラン・ストリート・ブレイン1921年1802年5月5日、ミズーリ州セント・ルイスの近くで生まれる。フルネームは、セランド・オルト・ドラサスド・セント・ブライン。ニューメキシコ州タオス近くで交易を行い、コロラド州のノース・プラット側近辺で、罠漁を行った。彼は、 ウィリアム・ベントと共同で、ベントイコール・セント・ブライン社を創設した。ベントイコール・セント・ブライン社のメキシコの交易は、ミズーリ州のインディペンデンスとウェストポートの間を交易する彼らの滅場社と、サンタフェとタオスに出した支店のために急進した。取り扱う品目は、アメリカ産の銀、羽、馬、ラバ、ネイティブアメリカンの布地やガラス製品、金属類、タバコだった。 ベントイコールセントブライン社は、コロラド平野東部に、頑丈なアドベトリデのベントズフォートを建設した。サンタフェトレールに沿いにある、このトリデは、当時のアメリカ西部で、唯一の私有要塞で、第一の公益センターと会合の地点になった。セランセントブラインの名は、北はスネーク川から、南はジワワまで知られ、尊敬された。人がトリデに来たとき、 訪問者を楽しませたセントブラインはチャーミングで紳士的だったと言われる。タオスの反乱の際、セントブラインは反乱を鎮圧するために軍を編成した。セントブラインの65名の志願兵はサンタフェで300名以上のアメリカ軍部隊に加わり、タオスへと向かった。その間に彼らは1500人のメキシコ人とインディアンで構成される軍に出会い、打ち負かした。 反乱者はタオス・プエブロへと交代し、そこの分厚い壁で覆われたアドビ作りの境界に逃げ込んだ。プエブロでタオス包囲戦の間、セントブラインの非常旅団はアメリカ部隊の正面突撃から逃亡しようとする、どんな敵も立つために境界と山の間の位置について支援した。キバシ願兵は伝聞によると同盟で15分近い戦いが続いた後に、 51名のメキシコ人、タオスインディアンとアパッチ族を追い詰めて殺した。1855年、セントブラインは現在のニューメキシコ州モラ軍を開拓し、そこに製粉所を建設した。ニューメキシコ州ラスベガス北部のフォートユニオンと、コロラド州南西部のガーランド取り出に小麦粉を供給した。彼はその時、サンタフェガゼット新聞の発行を始めた。 1870年10月28日、セラン・セントブラインは死亡する。彼の葬儀には、隣町のフォートユニオンの議員団を含む2000以上もの人々が出席し、彼には、軍の栄誉を与えられた。セントブラインは、モラ軍に埋葬されている。ありがとうございます。